1, 2, 3, 4 and 1, 2, 3, 4 and 1, 1, 2, 3, 4 and 1, 2, 3, 4 and 1, 1, 2, 3, 4 and 1, 2, 3, 4 and 1, 1, 2, 3, 4 and 1, 2, 3, 4 and 1。さて、女性のこのクローズヒップツイストの、ツイストをした直後の、フットワークですね。というかツイストは2回ありますが、女性が今こういうふうにしてきて、1、2、この後ですね、3、この後のフットワーク。まず今準拠している教科書は4で一種のプレイスウォークをしますね。4でエンドはそのまま小さく、引きずってというか、そのまま要するにあんまりこういうことをせずに4エンド、そして1の時にルンバの4-1というプレスフォワードウォークをする感じにします。つまり2、3、4エンド1、そして2、3、4&1 ですね。ただテキストによって多少違うので、別のテキストですと2、3、4&1、こういう感じになっている場合もありますので、それとか、競技会なんかになりますとさらにですね、1、2、3、4&1というような置き換えをするようなステップとかいろいろ考えられます。もちろんこれでもいいですね。単純に考えれば 1、2、3、4 and 1 のオープンヒップツイストとかと同じようなシャッセをね、シャッセとかロープをすることもできますので、とりあえず自分で自分の振り付けの中で踊る時には好きな感じでいいんですが、一般的には、赤い本ですと4エンド1ですね。そして、ウォーターレアード先生の本などは2、3、4エンド1、こういうヒップツイストシャッセを使います。1、2、3、4エンド1、2、3、4エンド1、1、2、3、4 and 1、2、3、4 and 1。